女芸人を過ぎ、お玉の下りに登場する間の山、伊勢三宮神の賑やか、通称、東の旅は、記録と聖八による、伊勢参りの道中を描いた一連の情報落語である、伊勢三宮神の賑やかの表記もある。大阪から奈良を通って、伊勢へ、伊勢神宮に、お参りをし、大見、京都を回って、大阪に戻ってくるまでの道中が、多くの演目によって構成されている。 のべから、ごえから、もぎどりから、軽わざから、軽わざ公尺と続ける道程もある。ほとんどの演目は、記録と聖八の二人が主人公であるが、軽わざ公尺、古部弁慶、地獄八景猛者儀などは、主人公が異なり、東の旅に接続された、概念とも位置づけられる話である。この、伊勢三宮神の賑やかや、兵庫船などの旅ネタと呼ばれる一連の道中話は、 もともと基礎訓練のための前座話で、前座が、針扇と商標詞を用いて賑やかに喋る。三代目桂米町一門では入門するとまずこの、東の旅より、発端を習い覚える。ありがとうございます。